サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロです。どうも、リケタンとベンドと、ブンジェタンとフキノトウです。今日はですね、英文和訳のコツということでやってまいりましょう。はい。最近、授業動画全然出してなかったんですけど、はい、久しぶりのね、授業動画となっております。珍しいね、二人で授業動画っていうのはね、今回自信作になってるんで、ぜひね、見てください。はい。一応ね、昔の英文和訳の動画も、パワポバージョンで見たいなっていう人は貼ってるので、うん、ちょっと内容は違うんですけども、うん、これ見た後にそちらもご覧いただければいいなというふうに思います。はい。まず1番からいきましょう。はい、まず1個目、SV を意識するってことがめちゃくちゃ大事になってきます。多分、高一の一番最初に SVOC とかなったりすると思うんだけど、うん、みんなもうだるいなってしか思ってへんと思うんだやんか。そうですね。でこれマジで大事になってきて、特にスタサポのね、ひじい先生なんかね、うんうん、すごい SVOC のこと言ってらっしゃいますけども、すごい大事になってきます。うん、まず一番大事なのが、主語が誰なのかっていうことですね。結局、誰が何をしたかの羅列が文章じゃないですか。うんうん、例えば、カサニマロがおならしたとか、なんでおならしたっていうこと、小学生に渡せれみたいなと思うんだけど、みたいな、そういう誰が何をしたっていう例になってくるじゃないですか。うんうん、だから、主語は誰なのか、そしてその主語が何をしたのか、うん、で、この動詞っていうのを絶対追いかけてほしいなというふうに思います。で、実際に SV を意識できていて、誰が何をしたっていうのが合ってれば、大体部分点はもらえます。うん、例えばそこで形容詞で、例えばその補足のことであったりね、うんうんうん、っていうのが間違ってても部分点、この SV さえ合ってれば、部分点はもらえるんで、ここはね、意識してもらえればいいなというふうに思います。だから時間ないわーってなったら、絶対にもう SV だけは書いてしまうっていうのがポイントになってきます。で、一応この SV の見分け方なんですけど、一、うん、つめちゃくちゃ重要なルールがあります。うん、それが、三単元の S。まあこれ知ってるぜっていうふうに思ってる人も多いと思うんですけど、なんか、ひっていう単語が来てて、だから動詞っぽいものが来るんですけど、それに S がついてなくて過去形でもないパターンっていうのがあるんですよ。なので、その文章全体が現在形で書かれてるんだったら、三人称に対しては S のついてるものが動詞です。なので、うん、主語動詞の一致関係を見たければ、この三人称単数現在形の S が成り立ってれば、主語と、動詞が一致してますよ。主語と動詞がペアですよっていう、まあそういう見分け方をね、してみるといいと思います。はい。はい。OK でしょうか。で、2番目いきましょう。句点できるっていうやつですね。で、このぐらいの文章だったらいいんですけど、かなり長い文章になってくると、その非制限用法、制限用法問わず、句点で切って分けちゃった方がいいパターンもあります。で、例えば、I have three sisters who work for the same restaurant っていう文章があったとして、これは非制限用法なので、これ、コンマ風ですけど、ピリオドゼイと言い換えられます。なので、私には3シスターズがいます。もう断言。3人シスターがいます。でも嘘じゃないです。4人も5人もいないです。で、彼女たちは同じレストランで働いてます。なので、この人には3人シスターがいて、レストランで働いてるっていう、ただそのままの文章ですね。うん、で、一方で下側の文章は、コンマがないので、この Who work for the same restaurant っていうのが、シスターズを限定しています。なので私はまあ何人兄弟がおるか何人シスターがいるかはもう教えないけど少なくとも同じレストランで働いてる姉は3人いますとだからこの人はシスターズ who work for the same restaurant が3人いますっていうふうな言ってるんですよね、うんうんうん、でっていう形でまあこれはもう制限用法非制限用法の方をまあ見てもらえばいいんですが文章があまりにも長くなったら制限用法だろうがコンマゼイで解釈してください、うん、であまりにも長かったですよであまりにも長くて非制限用法で訳しても制限用法で訳しても意味がそこまで変わらない場合まあ今回この場合だったらちょっとこのコンマゼイは乱暴すぎるのでやめた方がいいんですけど長くなると句点で切っちゃってもいいと思います because とかねなぜならば点なぜならばみたいな感じでやってやったらいいので句点で切ってやると結構綺麗な日本語になったりしますもう一応じゃあさ一応さちょっと答え言ってないから答え言ってあげていいこれそれぞれの和訳のでまあ答えとしてはコンマがある場合は左から順に読みますなので私には3人姉妹がいますが、彼女たちは同じレストランで働いています、うん、っていうがで挟みます、うん、で、2個目は I have three sisters 私はこの前右から訳しますね同じレストランで働いている姉が3人います、うん、っていう風に訳してやればいいですここは一応非制限用法制限用法の話になってるんですけども、うん、結局統括して句点で切った方が分かりやすいよっていうお話でしたね、うん、っていう場合があるよってことですね、うん、だから特に国公立とかってやっぱ長いやんか、うん、だからもうスラッシュそこは正直入れてもいいし、うん、スラッシュリーディングずっとしてると時間なくなっちゃうんでおすすめしないですけども、うん、英文和訳の時だけはここにねスラッシュでねこうやって入れてあげたら分かりやすいかなっていうふうに思ったりします、うん、なので乱暴に非制限用法として訳してもいいよっていうパターンもありますそうやねはい、はい、じゃあ3つ目いきましょう無生物主語ですね、うん、で This idea enables you to solve some environmental problems、うん環境問題を多少は解決してくれるよって話なんですけど直訳すればこのアイデアはあなたにいくつか環境問題を解決させることができます
っていう文章になるんですけど、うん、あの無生物手話なので日本語ってあんま無生物手話取らないんですよ、うん、なので日本語として自然にするためにはここ四角書きますね。無生物手話って何って教えてもらって、あの魂のないやつです。人じゃないってこと、人じゃない、ね、そうそうそう、まあ、で、によってとかによりって訳します。であともう全部意訳かなんかすればいいんですけど、うん、このアイデアによってあなたはこのアイデアによって、まあ、あなたはってのはこれ People in general なので、このアイデアによっていくつかの環境問題を解決することができますっていう風に訳したいです、うん、まあ、You なんかはそう、これもちょっと書きますけど People in general なので、もう You はあなたはとかって訳さなくていいですねっていう、ちょっと You はあの豆知識ですけど、このアイデアによっていくつかの環境問題が解決できますっていう風に訳した方が綺麗になります。そうやな、はい、じゃあ4つ目、ちょっと無生物主語のとこと似てあるんですけども、直訳しすぎないってことがめっちゃ大事になってきます。普及でも一番後悔したんが、直訳をしすぎることによって全く意味わからない文章になって罰になるってことが多いですね、うんうんうん、だから SV 分かってる、主語はこれ、うん、動詞はこれって分かってんのに直訳しすぎることによって、うんうん、その単語の通り和訳しすぎることによって意味がわからない、うんうん、で結局和訳っていうのは日本語の意味がわからなかったら罰になっちゃうんですね、うんうん、なので直訳しすぎないでちょっとだけ意訳、要するに分かりやすい意訳をしてあげようってことが大事になってきます、はい、まあ、さっきの問題で言うと、うん、これ環境的な問題っていう風に訳しがちなんですよ、その直訳する人って、うん、環境的な問題って何なのかって言って、多分環境問題にした方が分かりやすいんですよね、うん、みたいな感じで、これサイコロジカルセキュリティって書いてあるんですけど、サイコロジーが心理学ですね、うん、でセキュリティが安全とか安寧とか、なんかバリアあるイメージです、うんうん、ですやん。でこれ直訳しちゃう人って心理学的安全とか心理学的安寧みたいな感じで訳しちゃうんですよ、うん、でももうこれは単純に心理学っていうのが心の学問なので、心の学問的に安全なものっていう意味で、もう心の安全とか心の安心とかで全然いいんですよ。精神的な安全とかっていう風に訳した方が日本語として取りやすいので。そうやね、そうそう、2パターンあるよね。だからこういう風なパターンの時もあるし、うん、俺が一番伝えたいのは工場役に無生物主語みたいなパターン、うんうんうん、これっていうのは直訳すると、このアイディアはあなたに環境問題を、うん、解決することを可能にさせるっていう、うん、めっちゃ気持ち悪い日本語になるやんか、うん、このアイディアは可能にさせるって気持ち悪いから、うん、さっきベントが言った通りこのアイディアによってみたいにできるから、うん、これも一緒で無生物主語になんねんけども、うん、これも5分間の歩きっていうのはあなたを博物館に連れていくよ、めっちゃ気持ち悪いやんか、うんうん、多分この和訳やったら多分罰出ると思います、うんうん、意味わからんやん、5分間の歩きが連れていくっていう意味わからないことになってるんで、うん、これも無生物主語で5分間歩くことによって、うんうん、あなたは博物館に行くことができますよっていう風に綺麗な和訳ができるじゃないですか、うんうんうん、だから直訳をしてぎるんじゃなくて、この無生物主語しかり、こういうパターンしかりね、うんうん、意訳をしてあげる、けど意訳をしすぎるとバスになるんで、そこのバランスっていうのはね、やっぱり先生に添削とかをしてもらって見ていくのが大事かなという風に思ったりします、うんうん、まあ、無生物主語に関してはもうその直訳しても違和感感じない人もいるんですけど、一応日本語の文法的に無生物主語はあんまりないので、うん、あの日本語の文法にのっとった和訳を作るためには、ね、無生物主語は日本語では避けた方がいいので避けましょうという感じになります。英語云々じゃなくて日本語の文法としてそっちの方がいいという感じですね。はい、はい、ということでね、終わりましょう。終わりましょう。今度またね、あの英語の勉強本も出すのでお楽しみにしておいてください。はい、終わりましょう。バイバーイ。